はいどうもマジキチです。なんかダメだなって思ってたら知れんか。
状態しよう。開封動画あと、あ、開封動画録音してきた。どうするか。どうせ誰も見ない。はい、どうもマジキチです。機械ですね。届きました。これがインジェクターですね。これをワンプッシュするとっていう感じですかね。ああ、ここにクリーナーがついてて、ここにもうすでに。自分で好きな感じにリキッドを入れるんですかね。あ、電池残ってんな。あ、マウスチューブがフィルターが大量に入ってます。あ、そういう吸い方。ああ、なるほどね。あ、ハーフハーフ。なるほど、そういう。こちらですね、ボケてますね。これは、あ、中に結構自分でリキッド入れられるタイプですね。これは結構嬉しいです。なるほど。こんな感じですね。マウスピースとフィルターがついてます。早速吸えるのか。いいね。入れて、ああ、やっぱり、やっぱりそういうこと。これとこれはどう違うんだろう。ついてる方が、あ、ついてる、あ、なるほど、あ、なるほど、なるほど、なるほど、よいしょ、出てこい、出てこい、これにこうやって。
ハードタイプとソフトタイプがあるわけね。ハードタイプに関してね、最初は。で、充電器と。で、ちょっとタバコを持ってきます。まあ、ここではすいませんけど。刺さるかなと思ったら刺さんなかったんですよね。無理やり刺そうとして変な感じになったんですけど、これをこれを刺して、まずリキッド入れんとはめちゃめちゃ大変なのかな。これリキッドが入って、で、入れて、で、こう上げてってことですね。で、これで、あとは、これを押すと、あ、なるほどね。これを押すと電気残量、長押しで加熱開始。なるほど、分かりました。使い方が大体分かりました。ついでにこれも買いました。あの切るやつちょっと一服していきます。それでは、
手専用のタバコってやっぱ設計は完成してるわ。作られてるんだなと思った。まあいいや、1万円ぐらいだけど。そこまで極端に質味がいいとか、そんなわけはなかった。うん、なんか期待外れだ。これ意味ないよな、あんまり。チョキ。Okay.
5、6、3か3で、ヤモリか、ヤモリタイプ。ヤモリタイプか。全員ヤモリ属性って厄介だな。でも出せねえし。あ、やべ。うわー、いらねえ。これが一番マシかな。3とか強っ。耐えられるのいねえな。狼の髪でも出しとくか。うん、そっちに移動するか。体力化け物なんだよな、7とか。うん、ゴミだ。見事に。削れる方がいいか。一応念のため抜いとこう。もう一個抜いとこう。捨て試合でしょうこれ。勝てないわ。
はあ、まあカメムシかな、フレス置いとかの死ぬタイプかな。おお、蜂の巣だ、やった。ああ、素通りするタイプか。めんどくせえ、負けた。ああ、これ終わったな。終了。これは無理だわ。カード運がなさすぎる。骨かな。ザコしかねえんだよ。二つついてた方がお得感ない。はい、ピース。名前も適当に決めてくれりゃいいんやけどね。しかねえ。だってこいつに付与しても意味ないもんな。とっとと終わらせてしまうっていう。
あれ、なんかあるぞ、ここに。まあ地味にこれ使えそうだな。体力か。これかな。素潜りタイプかよ。ああ、めんどくさそうなの来たね。狼変えるか。うん、これ強いぞ。このカード強いな。まあ、とりあえずお前盾になれ。でもないよ。二つ動けんのか、強えな。
体力か。攻撃力だったら嬉しかったんだがな。やってみるか。いや、できるもんだな、意外と。あ、しまった。これ変えられんだった、忘れてた。あ、やめて。最悪や。なんも大変だ。なんだろう。まあいいんじゃない。うん、多分勝つだろう。ゴミしかねえ。けどヤマリはいいな、地味に。
トリーチで。これなんか意味あんのかな。トカゲちゃんか、体力2って結構ありそうね。まあ俺らこれが手に入るのは嬉しいかな。結構いいかもしれない。キノコ行こうぜ。これダメージ通らんかったよな、確か。継承の方がいいかな。
待って。ちょっと一旦切りますか。